大手門コレクション。交換留学を経験し、学内のイングリッシュカフェアット大手門、通称イーコレスタッフをしている上野恵里奈さんです。上野さんは国際教養学部国際教養学科3年生で、大阪府立泉高校出身。昨年アメリカのフェリス州立大学に10ヶ月間留学をしていました。留学前にはイーコスタッフのリーダーを務め、帰国後もスタッフとして活躍しています。 Hello everyone, thank you for coming today. I would like to talk about my story in America. 今日はお越しいただきありがとうございます。今回は私のアメリカ留学とイーコについてお話をさせていただけたらと思います。まず私が留学を志した動機についてお話しします。この大学に入学してからよく、国際教養学科って何勉強してるんとか、何が目的なんっていう質問をよく受けるんですけど、これだっていうのが私にはあんまりなくて、よく答えに困ってました。でそこで私は英語を勉強してるんだって自信を持って言えるようになりたいと思いました。そこでこんな私を後押ししてくれたのがイーコ、イングリッシュカフェアットオーテモンというものでした。入学してすぐの1回生の4月から現在も進行形でスタッフとして活動しています。もともと長期で留学に行きたいという希望があり、そのイーコで具体的な情報収集やすでに留学を経験した先輩から生の声を聞くことができ、より積極的に行動することができました。留学に行くにあたり、より充実した生活を送るためにある目標を定めました。それは非英語母語話者対象の全世界共通 TOEIC という英語のテストがあるんですけど、それの990点満点中700点を超えるということでした。結論から述べると、無事目標は達成することができました。そして現在は800点超えを狙って勉強しているところです。ここから具体的な現地での勉強や生活についてお話ししたいと思います。私の行かせていただいていたフェリス大学では、まず最初にミシガン英語テストという特別なテストを受けました。そこでパスした学生は留学生向けの授業、いわゆる語学コースっていう授業だけではなくて、アメリカ人対象の正規の授業を取ることができます。私はパスしたんですけど、先生が私の名前を授業に登録するのを忘れてしまいまして、アメリカらしいなと思うんですけど、そのせいで前期は受けれなくて、その代わり後期で2回分受けさせてもらえることになりました。私の目標が TOEIC の点数アップに重点を置いていたので、リーディングとライティングの授業を受講しました。アメリカ人のための英語の授業を受けるというのは、外国人が日本に来て、で日本人の学生と一緒に国文学を勉強するというような感じになるんですね。だからすごく授業っていうのはハイレベルなものでした。しかし生の授業を受けてみることで、日本とアメリカの教育の違い、特に英語学習の方法の違いというものを体験することができ、いい経験になりました。留学生活で一番困ったこととして、日本人が他に全くいないという環境だったので、困っても英語でしかコミュニケーションを取ることができず、相談もあまりできず、アメリカに来てすぐの頃はまたコミュニケーションもままならなかったので、すごく困りました。しかしその環境が功を奏して、結果として英語の能力の飛躍的な向上につながりました。勉強としての英語ではなく、生きる能力としての英語を身につけることで、それがすごいいい機会になりました。留学を経て目標の英語力の向上だけでなく、自分の視野が大きく広がりました。文字通り人種のるつぼと言われるアメリカで、人種や国籍の垣根を越えて世界中に友達を作ることができました。そこで文化の交流を図り、新しいものの考え方や見方を吸収することで、新たな発見をしたり、変な偏見やバイアスを壊すことができました。そうすることで、今までよりももっと世界に目を向けて、大きな視野で物事を捉えることができるようになりました。グローバル化が進む中で、可能性を広げて自分を変える大きなチャンスに留学を通して挑戦してみませんか？